おはようございます、山本です。私は今成田空港の第2ターミナルに来ております。先ほど JAL のフライトで札幌からここ成田空港まで到着して、乗り継ぎの国際線動画にレビューになります。香港から釜山やら、はい、ほんと11時半ぐらいまでね、びっちりですね、はい、びっちりあります。で、私が今回搭乗するのがこちらの12時35分のロンドン行きのフライトになりまして、ブリティッシュエアウェイズと JAL のコードシェア便です。今回ロンドン行き特典航空券で抑えたんですけれども、いいことがありそうです。今回の特典航空券だったんですけど、お得に発券することができましたので、その説明はまた後ほどしたいなと思います。チェックインカウンターの前に到着しました。 PA6 便、9時45分ゲートオープンということで、早速なんですけれどもチェックインしていきたいと思います。ご予約の方はエコノミークラスでいただいておりましたが、札幌で、はい、ある程度来ました。はい、ありがとうございます。チェックイン完了しました。エコノミーで予約したんですけども、今回プレミアムエコノミーの席に無償で追加費用を払うことなくアップグレードしていただきました。一般的には上級会員がなりやすいということなので、またそれも後ほど機内でお話ししたいと思います。で、今こうファストレーン到着したので、ここから出国保安検査していきたいなと思います。保安検査出国審査完了しました。ラウンジできます。You have a window seat, sir. Yes. Crossover and yeah. Right, sir. Yeah, thank you. Hello, sir. Hello. How are you? Hello, good morning.17の径窓側の座席になっております。プレミアムエコノミーです。めちゃくちゃ足元広いですね、プレエコなの で今回の機材だったんですけども、ボイング787になっております。中に入っているものは安全のしおりと、あとこのプレエコのシートに対する案内ですね、はい。で、まあ、シートの特徴だったり、こうシートの使い方などが説明されております。なお、これランゲージ、言語は全て英語になっております。あとは BA の機内誌ですね、はい、ハイライフというタイトルになっております。はい、まあ、こんな感じの機内誌になっております。今回プレエコだったので、いろいろと違うものがありまして、まずブランケット、 BA ではこうプレエコのことをワールドトラベラープラスというみたいです。あとは枕ですね。あとはアメニティとヘッドホンが一緒になったキットが入っておりました。で、これはもう一つで封されてたので、このアメニティに関してはまた上空に行ってからご案内したいと思います。フットレストがありまして、で、モニターの下に USB ポートが2つ、あとはここにコンセントがありまして、で、エンターテインメントのリモコンがここにあります。で、テーブルはこの中に入っております。はい、テーブルはこんな感じですね。前後に稼働します。前後上下に動きます。ここの部分は折りたたまないようになってます。シートは全体的にネイビーを基調とした色合いになってます。As these may differ from an aircraft that you've flown on before. If you have any questions, and you can't find your safety card, or if you've mislaid your magical flying start envelope, please ask one of your gorgeous cabin crew members. And have a good flight. Charles. Oh my gosh.ドリンクのサービスが始まりました。それでいいね、今わかるのにすごく眩しいんですよ。で、何が起きてるかというと、太陽の光が翼に反射して、それが僕が今座っているところを直撃しています。なので、ここにいるとすごい眩しいので、少し前のめりになりたいなと思います。今回選んだの、まず一つはリンゴジュース、オレンジジュース選びました。プレッツェル、はい、
サワークリーム味です。今回のフライトだったんですけども、ブリティッシュエアウェイズのマイルを使って発行しました。まあ、正しくはね、ブリティッシュエアウェイズだとマイルという表現使うので、アビオスという表現なので、まあ、アビオス、まあ、便宜上マイルというふうにお話しさせていただきたいと思います。で、今回のマイルを使って発見いたしまして、で通常ですと1万9500マイル、オフピークの時で。で、ブリティッシュエアウェイズはこう、自社便に関してはオフピークと通常期とか設定がありまして、オフピークだと少ないマイル数で発券することができるんですよ。で、オフピーク期が今12月の10日なんですけれども、それに当たりまして、で必要マイル数1万9500マイルで、さらにそこからキャンペーンをやってまして、長距離線のエコノミーとプレミアムエコノミーが 50% オフで発券することができたんですよ。なので実は僕今回使ったマイル数9750マイルです。 JAL とか ANA のマイルとかに行ったのとしたら、まあ、東京から香港とか中国とかマニラとか台湾とかそこら辺ぐらいのマイルです。むしろそれよりも少ないマイル数で今回ロンドンまで行くことができました。ただね、所税サーチャージで1万4000くらい支払っております。まあ、それでもね、この金額でロンドンって結構破格ですよね。必要マイル数も9750マイルしか支払っておりませんので、でその上さらにこうプレミアムエコノミーにアップグレード、ありがとうございます。ワンワールドのエメラルドのステータスを持っているので、優先的にアップグレードされたんじゃないかなと思います。聞いたらエコノミーで9席オーバーブッキング状態になっているみたいなんですよ。基本的にはこうインボラというのはこう満席の状態で、かつその上流クラスに空席がないと基本的には発生しません。で今回に関してはエコノミークラスが満席で、プレミアムエコノミーが20席ぐらい空席があったということだったんですよ、最初は。なので条件が合致しました。でそこから、まあ、公式にはアナウンスされてないんですけども、一般的には上級会員だったりチケットのブッキングクラスが高い方から優先的にインボラアップグレードされていることがあります。プレミアムエコノミーシートだったんですけども、足元も結構広いんで、これ隣の方が座ってても座ったまま出入りできるぐらい広いです。ヘッドホンだったりこうポーチですね、これ紹介していきたいと思います。まず先ほどお伝えしたように最初ヘッドホンが入っておりまして、でそれ以外にアメニティのポーチが、はい、入っております。はい、まあ、僕のレビューで言うと、こうエアアスタナでもエコノミークラスでもこのようなポーチいただいたので、それに近いかとは思われます。最初に入っているものは歯ブラシです。アイマスクですね。靴下です。はい、靴下が入っております。ボールペンですね。ボールペン、リップクリーム、ありがたいですね。今回の機材ボーイング787なので、まあ、そこまで乾燥しない機材ではあるんですけれども、まあ、それでもやっぱね、乾燥するのは当たり前といいますか、飛行機乾燥するものなので、リップクリームあるのありがたいです。食事の時間になりました。はっきり言います、めちゃくちゃすごいですよ。今回登場しているのがプレミアムエコノミーなんですけれども、食事に関してはこうビジネスクラスとほぼ同じじゃないですかね。こういったメニューの冊子が配られておりまして、で裏面にドリンクですね、はい、ドリンクのメニューが書いてあります。メニューだったんですけれども、しかももう3種類から選ぶことができるんですよ。でビーフとチキンとパスタ、まあ、この中ならね、確実にビーフじゃないかなと思いまして、僕はビーフを選択しました。マジでそうです。エビのコールスローサラダ、牛ヒレ肉のグリル、マッシュルームソース添え、またリオネーズポテト、こちらですね。あとはもう旬の野菜ということで、トマトとパプリカと、これは名前ブロッコリーですかね、になっておりまして、あとはパンとチョコレートムース、シャンテリークリームが添えられておりまして、あとはバターだったりコーヒー用のミルクで、ドリンクはリンゴジュースを選びまして、すごいのがこう陶器のお皿なんですよ。カップに関してはこれはプラスチックなんですけれども、ただこの食器類入っている、ナプキンと食器入っているものにはグラスがございます。いや、すごくないですか。これがもし JAL だったら同じワンワールドなんですけれども、プレイコだとあくまでも食事はエコノミーと全く同じです。で飲めるこうシャンドリンク、シャンパンかスパークリングワインかわからないんですけども、飲めるドリンクが少し増えたり、あとはうどんですかいだったりラーメンですかいのカップラーメン、これがプラスであるぐらいで、
食器もメニューも全くエコノミーと同じだった気がします。そう比べたらマジですごいですよね。これ本当にビジネスクラスとさほど変わらない内容がプレエコでも提供されております。それではいただきます。今至って普通のコールスローサラダといったところでしょうか。3種類の味があるような感じがしますね。はい、それぞれ断面も全然違いますからね。茶色いし白くて、ごまですね、ごまが入ってて、これ何も入ってないパン、もちもちのパンっていった感じで美味しいですよ。それではメインディッシュ食べてみたいと思います。大きいヒレ肉が3つ4つ入っております。めっちゃうまい、これめっちゃうまいです。あのビーフシチューのような赤ワインソースで煮込んでるのかなと思われるんですけれども、美味しい以上にめちゃくちゃ柔らかいです。どれぐらい柔らかいかというと、こう箸で切ることができるぐらい柔らかいです。これはね、本当にビジネスクラスで出されている食事といっても過言ではないと思います。それぐらい本当に美味しいです。次にリオネーズポテトというものを食べていきたいと思います。はい、こんな感じですね。イメージはマッシュポテトに見た目は近いです。マッシュポテトですね。こうマッシュポテトにニンニクだったりマヨネーズをちょっと多めにしたって感じでしょうか。牛肉の旨味、コク深さ、これがねしっかり出てますね。あの JAL のラウンジのカレーあるじゃないですか、さくらラウンジの羽田空港や成田空港の、その中に入っている牛肉に近い柔らかさがありますので、むしろそれより柔らかいですね。ビーフシチューの味も美味しいですし、お肉の旨味も素晴らしいですし、このポテトとも合うんですよね。それが本当に最高です。いやこれはねレベル高いですよ。デザート、チョコレートムースですね。はい、こちら食べていきたいと思います。あ、美味しい。ほろ苦系のチョコレートムースかなと最初一口目食べて思ったんですけれども、こう噛んでいくにつれてこうチョコレートがもともと持ってる甘さがこう広がっていく感じですね。初めはビター、最後はミルクって感じです。パンがあるのでこのパンにこうソースをディップして、はい、こんな感じで食べても間違いない。レベル高いです。もうプレエコだけども食事は本当にビジネスクラスかそれ以上です。ごちそうさまでした。本当にねすごい機内食でした。びっくりです。トイレ来てみたんですけど、プレエコとエコノミーのちょうど中間地にあるトイレになっております。中は、ね、至って普通のトイレです。普通ですね。ただねこうすごくいい匂いがするんですよね。匂いの出どころはどこかわからないんですけども、すごくいい匂いがします。これかな。一番後方のギャレーに来てみました。実はもうここに来るまで4時間ぐらい私寝てました。おはようございます。で見てみるとこうドリンクだったりジュースが置いてありまして、各自こう自分で取っていっていいような感じですね。でチョコレートだったりチーズのお菓子とかですかね。あとはこうキットカットやクイックスなど各種スナック類のジュース置いてます。ありがたいですね。機内プログラムを紹介していきたいと思います。まず基本的なところだったんですけれども、実はこう言語を選ぶところがなくて、いろいろ僕も操作してみたんですけど、言語は英語のみです。地図を開く前にざっくりとした情報はここに書いてあります。で今東京の日本時刻で8時22分ロンドンの時間で午前11時22分でおります。ようやく今半分ちょいといったところでしょうか。になってきております。映画だったんですけど、ここに出てるのがその最新目の新しい映画になっているみたいです。ただ私自身がこう映画の知識がほぼないので、まあ、ホームアローがありますね。ってことは最新ではないですよね。日本の映画だったんですけれども、5億円の人生という日本の映画もあります。今機内ショーを見てみました。そうすると日本の映画、先ほど紹介した5億円の人生の他にも2つあるみたいです。ブリティッシュエアウェイズのコードシェア、はい、コードシェアについてお話ししたいと思います。これ書いてるのはあのアルファベット順です。でまずワンワールド以外のアライアンスを紹介すると、アラスカ航空、エアリンガス、これ確かアイルランドの航空会社だと思いますね。エアバルティック、バルト三国のどこかですよね。あとは中国東方航空、中国南方航空、フィジー航空、
とはこれはローガンエアーっていうんですかね、初めて聞きました、すみません。あとはエアイタリー、あとはビスタラ、これインドの航空会社で、最近日本航空もコードシェア始めたという気がします。で最後はブエリング航空、これスペインの LCC ですねとコードシェアをやっております。なのでコードシェアも含めると行き先はねとても多いですね。今このページに記載されているのは直行便 BA のフライトがある都市になっております。一番遠いところはシドニーですね。21時間ぐらいだったかな、確かこれシドニーはシンガポール経由だった気がします。ヒースロー行きなんですけれども、実はこの先乗り継ぎがありますというか乗り継ぎを予定しております。どういうことかというと、実はまだ僕この先のチケット予約しておりません。 BA でマイルで取る際だったんですけれども、30分前とか1時間前でも取ることができるんですよ。昔あのルールが変わる前はこれ日本航空の国内線も出発の1時間前とか取ることができたんですけれども、今はルールが変わって24時間前で、かつウェブから取れるのは3日前から確か取れなくなっているはずなんですけども、 BA のブリティッシュエアウェイズ便に関してはここはまだ直前でも行きますね。確かキャセイと日本航空だともう1社がその直前に取れなくなったような気がするの で BA であればまだ直前で取ることができます。なのでこの後ねどこ行こうか、空港着いたらすぐ空席確認して予約していきたいと思います。今の段階では2、3箇所に絞ってます。次どこ行くかはこの範囲ぐらいは、今オフピークのシーズンなので4000マイルで行くことができます。4000マイルプラス税金が2200円です。 BA もそうなんですけど、イギリス出発でこうヨーロッパから抜けると一気に税金が高くなっちゃうんですよ。信じられないぐらい税金が高くなってしまうので、ヨーロッパ内だと2200円の可愛い税金でこう出発することができる。ロンドンからこう日本だったりタックスが高いので、私だったら一応ロンドンからもうパリとかブリュッセルとかこう近いところに一度行ってから行くと 1,2 万は絶対節約できます。でその分こう電車でも飛行機でもあるんですけども、 LCC はヨーロッパに発達してますし、ユーロスターとい う新幹線の、ね、高速特急もパリまで通っております。これを乗ってここから出国してもそっちの方が安いです。時間に余裕があってあまり手間じゃないよという方、またもう一箇所どこか観光したいよという方は、ぜひこうロンドンではなくて近くのパリだったりブリュッセルやアムステルダムとか、近くの別空港から日本やアジア行きの長距離線に乗ることをお勧めします。本当に高いですかね。特にビジネスファーストだったらエコノミーよりもさらに1万円税金高くなってくるので、諸税だけで3万4万とかサーチャージ込みで片道でかかってくるので注意が必要です。リクライニングだったんですけれども、今これが前回マックスです。座席がすり出すのではなくて、昔ながらの背中の部分が下がってくるシステムです。なので今僕通路側にいるんですけれども、このマックスリクライニングした状態で座ると少し窮屈に感じるかなっていう感じがします。ただこの状態でも通常のエコノミーシートで前の方がリクライニングしてない状態よりかは余裕があります。5時間ぐらい寝ていたんですけれども、ぐっすり眠ることができました。これぐらいリクライニングするんであれば、正直ビジネスクラス等でフルフラットだったりライフラット、体を横にしなくてもぐっすり眠ることができます。本当にプレミアムエコノミーのシートとしても食事としてもサービスとしても優秀かなと思います。現在ノルウェーを越えて今もうそろ北海に入りそうです。およそあと1時間20分のフライトです。機内食2回目到着しまして、今回のメニューだったんですけれども、ビーフとパスタ選べるということで、ビーフの方がすき焼き、野菜、ご飯、あとはごま、早速開けていきたいと思います。すき焼きですからね、結構期待は高いですよ。いや美味しそうです。ちょうど小腹が空いてたのでいいタイミングでした。それでは早速食べていきたいと思います。2回目の食事なんですけれども、先ほどの食事に関してはほぼビジネスクラスだったんですけども、今回はちょっとエコノミー感が強いかなといったところでしょうか。トレイがねとても小さいんですよ。このサイズなんですよね。まあ一番分かりやすそうなやつでいうと、こう機内紙があるので、どうでしょうか、こう機内紙よりも一回り小さいサイズなんですよね。今回に関しては少しエコノミー寄りかなといったところでしょうか。ただ食器は
しっかりと陶器の器をしっかり使っているので、そこは差別化されているなという印象です。すき焼きだったんですけれども、どうでしょうか。めちゃくちゃうまそうですよ。まずお肉からいただきたいと思います。あ、うまい。ものすごいうまいです。あ、涙が出る3歩くらい手前のところまで感情が高ぶってしまいました。ご飯もうまいですね。個人的にはあの柔らかめのご飯が好きなんですよ。で、今回のご飯結構柔らかみなので、あ、美味しいな。これすき焼きの方も甘みとみりんだったり砂糖だったりお酒、これのコク深さがしっかり出てるなという印象です。お肉も柔らかいですしね、本当に美味しいです。今回だったんですけれども、食事をサーブされる前に CA さんが確認取ってくれたんですよ。おそらくワンワールドの上級会員、エメラルドという最高ステータスの上級会員の資格を持たせていただいてるんですよ。なので、そのエメラルド、サファイアの資格の方には言ってるかどうか分かりません。で、プレミアムエコノミーも20席以上あるんですけれども、全員のところにこの機内食何になさいますかという、こうプレオーダーっていうんですかね、あのカートが来てから何にしますかではなくて、カートが来る前に一度機内食どうしますかというのを確認しに CA さんが来てました。1回目の食事の時は僕寝てたので、もう確認は取れなかったんですけども、2回目は起きてたので、2回目は事前にあの機内食何にしますかというリクエストを取ってました。やっぱこういったところで少しあの差別化しているのは嬉しいことかなと思います。以前新鮮航空に乗った際もエコノミークラスの搭乗だったんですけども、スターアライアンスのゴールド資格私あの持っておりますので、そのスターアライアンスゴールド資格持ってるということで、事前にこうお水だったり雑誌新聞ブランケット、これをあらかじめ席にセットしていただいたっていうことをやっていただきました。キャセイに乗った時もよく CA さんが挨拶にしに来られることが多いですね。JAL もね、昔はそういったお声掛けあったんですね、国内線でも。最近はね、ないですね。国際線もあまりないですね、最近は。なので、そういった部分でこう差別化されて、まあ嬉しいと言いますか。やはりね、今回、パスタかビーフだったんですよね。絶対僕、こうビーフのすき焼き食べたかったので、こう事前に注文を取っていただければとてもありがたいですね。この飛行機は間もなくヒースロー空港へ向けまして下降態勢へと入ってまいります。ヒースロー空港周辺の天候は霧がかかっており、大変強い南風が吹いているとの報告が聞いております。最気温10度です。もう間もなく着陸です。あと25分です。一面雲です。それはアナウンスがあったんですけれども、今回空港ヒースロー空港の周辺霧がかかっていて南風が強いということだったんですよ。一体どうなることでしょうか。本当に真っ白ですね。ヒースロー空港に着陸しました。ただいまの時刻は12月10日火曜日午後4時16分です。ターミナル5番に到着し、シートベルトのサインが消えるまではベルトを締めたままお待ちください。今日の最終目的地のヒートロー空港のお客様はアライバルズの黄色の案内表示に従ってお進みください。この後ヒートロー空港から乗り継ぎのお客様はインフォメーションスクリーンで次の便の出発ゲートをご確認ください。 Ladies and gentlemen, just coming onto our parking stand now for the safety of everyone around you. Can we ask you please to remain in your seats just a few moments longer? You can actually see that the overhead seatbelt sign has been switched off. Thank you for your patience. ブリティッシュエアウェイズだったんですけども、この機材は逆向きのビジネスクラス設定しております。最近であれば ANA も同じように設置しております。ありがとうございました。ありがとうございました。Okay. The next bus.
ースロー空港到着しました。ブリティッシュエアウェイズのフライトで東京成田空港からここヒースロー空港まで来ました。まあ、一言で言うと最高でした。まず最高な点何点かあったんですけれども、まず一つ目、まあ、そもそも僕今回エコノミーで予約したんですけども、プレミアムエコノミーにインボラ無償アップグレードされたこと、まず一つ目です。で二つ目、この特典航空券だったんですけども9750アビオスで発券しております。なので日本から香港とか台湾とか中国行くのと同じマイル数でロンドンまで来れてます。さらにキャンペーンをやってましたので、この9750本アビオスで、さらに、マリオットポイントから移行する際に 35% のボーナスがあったので、実質6000マイルとかそれぐらいですかね。それでロンドンまで来てます。でさらにプレエコです。プレエコもプレエコで、あの設備がものすごい良くて、食事もビジネスクラスとさほど変わりません。1回目の食事に関しては2回目はちょっとね劣ったんですけど、まあ、それでも普通のエコノミーよりは上です。なので個人的には JAL よりも全然上かなと思います。でシートもそれなりにリクライニングができたの でやっぱリクライニングの角度が深いと眠りもぐっすりなんですよね。そこがすごく良かった点です。本当に良かったです。もう言っちゃいます。本当に良かったです。で年に何回かこのオフピークの期間少ないマイルで発券することができると思います。確か去年もあったと思うんですよね、うん、でその際9750アビオスで発券することができますね。 PA にマイルをお持ちの方、またマリオットポイントだったり、あとはアメックスのカードですね、その他のメンバーシップリワードお持ちの方はね、ぜひこうブリティッシュアウェイズに変えて、この今回のような、ね、長距離線発見してみてはいかがでしょうか。大阪発も同じ9750マイルです。ソウル発も同じですねになっておりますので、ぜひご検討していただければなと思います。で今ロンドン着いたんですけれども、実は目的地ロンドンではございません。で乗り継ぎのフライトがあると言いたいところなんですけど、まだ実は予約してないんですよ全く予約しなくて、これから PA の特典航空券搭乗の数十分前でも発券できるので、これからベンチかどこかに座ってどこに行こうか今後の計画立てたいと思います。ノープラントリップです。行く国は決めてるんですけど、どこの都市に飛ぶかをこれから決めたいと思います。どこ行くかはね、また次の動画で確認していただければなと思います。それでは今回の動画ここで締めさせていただければなと思います。今回ブリティッシュアウェイズのフライトでロンドンまで来てみました。動画を見ていいなと思った方、参考になったと思った方、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターとインスタグラムやっておりますので、こちらのフォローチェックもよろしくお願いします。それでは次どこ行こうかこれから考えたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。